2026年の北中米ワールドカップ W 杯アジア二次予選は11月16日からスタートするが北朝鮮のホームで開催予定だった北朝鮮対シリア戦は中立地となるサウジアラビアのジッで開催されることがアジアサッカー連盟 AFC の公式サイトで明らかとなった動画乱闘騒ぎ危険タックル北朝鮮戦の映像が解禁負傷させるためのプレーを アジア二次予選のグループ B は日本、ミャンマー、シリア、北朝鮮が同居。11月16日には日本がホーム、パナソニックスタジアムスイタでミャンマー、北朝鮮はホームでシリアと対戦する予定だった。ただ、シリアは長年にわたって内戦が続いており、日本の外務省は退避勧告を出しているほど。日本のアジア二次予選第二戦の敵地シリア戦、11月21日、 は中立地となるサウジアララビアアアのジッダプリンスアブドゥラーアルファイサル・スタジアムに変更が決まっていた。その中で AFC 公式サイトでは11月16日開催の北朝鮮対シリアの一戦もサウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥ・ラ・アルファイサル・スタジアムで開催されることが明記されている。韓国の総合ニュースサイトニュースワンは 新型コロナウイルス拡大防止のために2020年1月に国境を閉鎖し、中国、ロシアとの当局レベルの交流を除いては、まだ外国人の入国を許可していない北朝鮮が会場の変更を要請したものと推測される。ただし、変更した場所が対戦相手のシリアではなく、 中立国であるサウジアラビアになった理由は内戦などにより近年時刻で国際試合を正常開催できないシリアの事情が反映されたものとみられる、と伝えていた。